どうも、牛久保です。今日はね、今日もまたトーク動画です。なんか基本的に、あれだね、トーク動画ばっかりですね。目かゆい。最近すげえ目かゆくて、何なんだろうね。原因不明なんですよね。目かゆくて、鼻がもうなまらかゆい。やばい、マジで。目薬と、あれはなんか鼻かきすぎて鼻血出てくるっていう。やべえな、鼻血出そうだな。ちょっと、突っ伏してやります。あ、突っ伏って北海道弁か。詰め物、鼻にちょっとティッシュ詰めて。今日はお送りします。さあ、今日はね、僕のね、味わってきた挫折を皆さんに言っておこうかなと思います。なんか、なんだろうね。まあ、僕結構ね、こう見えていろいろ失敗してきてるんですよ。まあ、御年23歳ですけど、今年でね。いろいろ失敗してきてるんですが、まあ、最大の失敗、やっぱこれなしには僕を語ることはできないっていうのが一つあってですね。それはね、まあ、皆さんが通る道、もう通るっていうか、どっちかを通るのは通るんだけど、必ず。まあ、何かっていうと、高校受験ですね。僕、高校受験失敗してるんですね。で、まあ、大半のね、方は合格の道に行って、志望校、だからね、自分の狙ってた高校に行って、思い描いてた、高校生活っていうのを歩んでいくわけですけど、僕失敗してるんですね、実は。落ちてるんですよ、高校受験。でね、高校受験落ちるって相当なメンタルの崩壊を招きますからね。あれね、今はね、いい経験だと思ってますよ、もちろん。もう相当年月も経ってますし、でも落ちた瞬間な、あれはたまったもんじゃなかったっすね。もう思い出したくないぐらい辛かった。で、まあ、経緯から話すと、僕、なんで落ちたかっていうと、その市内の進学校に、まあ一番の進学校に行きたかったんですよ。でもまあ、正直ボーダーラインだったんですよ。合格のボーダーライン、ちょうどボーダーライン上ぐらいの成績で、いけるかいけないか瀬戸際ぐらいで受けちゃったのがまあ敗因なんだよね、多分。1個落とせば、市内に進学校って言えるのがまあ2つあって、まあ、もう1個ランクを下げればそっちに行けたんだけど、僕はあえてね、その一番難しい方を受けたんですよ。で、なんでかっていうとね、後悔したくなかったんですよ。で、その時は、まあ、中3でしたけど、なんかね、後悔し、その、チャレンジっていうか、もう、当たって砕けるじゃないですけど、もうダメだったらダメでしょうがねえなっていう気持ちがあって、当時。で、まあ、結果ダメだったんだけどね。でも僕はもう、ダメならダメでしょうがないし、逆にね、ワンランク下げていっても、その行ける高校入っても、なんか納得いかないというか、しこり残っちゃうんじゃないかなと思って、それだったら落ちて、もう突拍子もない、別関係ないようなとこ、高校 二次方で行った方がいいかなと思ってしまったんですね。いや、その考えが今は良かったのかどうかは今でもちょっとわからないけど、で、結局その一番難しい、市内では難しい方を受けて、まあダメだったんですよ。で、まあでも、ダメなのはもう覚悟してたんで、まあ覚悟してたとはいえ、まあ辛かったっすけど、落ち込んだし、もう家に引きこもってたんですけど、いやもうしょうがないなと。で、親も、にも説得してのこの結果なんで、もうしょうがないし、親もね、正直その、ランク1個下げて、行けるとこ行った方がいいよってずっと言ってくれてて、本当に
出願変更の直前までね、説得されたんだけど、いや、でも、まあ、僕は後悔したくないからっつって、やっぱ、少しでも確率、可能性があるなら受けたいし、ダメだったらダメでもう自分の中で受け入れるし、二次募集で別の高校で頑張るから、そこはちょっと飲んでっていうことで、無茶してダメだったんですよね。まあ、辛かったですけど、だそこが本当に僕のね、最大の挫折かな。で、家に引きこもってたもんね、しばらくの間ね。で、なんだっけ、合格発表出たら学校に行かされるんだよね。合格しても不合格しても。不合格だった。合格でも不合格でも、学校に行くことになってて。まあ、合格した人たちはもう合格した人たちみんな固まって、まあなんか、その行く高校のなんか、わかんないですよ。なんか、もらうんでしょ、多分、資料とかなんか。で、僕は落ちたんで、そいつらとは時間別で、個別面談で二次募集どこにしますかっていう話になったんだよね。あれが一番ちょっと嫌だったかな。本当学校にまず行きたくなかったし、在校生とか普通に部活動とかしてる時間帯に行ったから人めっちゃいたんで、なんか察されるじゃないですか。うわ、こいつ落ちたんじゃないのみたいな。そういうなんか周りの目がまず嫌だったし、街歩くのも本当に嫌だった。誰かとね、ばったり会ってさ、気まずい雰囲気になるじゃないですか。それも嫌だったし、本当に嫌だったね、あの時は。家でずっとゲームしてましたから、本当に一歩も外出たくなかった。ですけど、なんか部活のその、なんだろうな、卒業祝いみたいなんで、なんか部活仲間でなんか焼肉するっていうのがあったんですよ。まあ、お見送り会みたいななんかあったんだけど、それもね、なんか僕、正直最初は行きたくなくて、もういいわって、親にもね、行かないかって言われたんだけど、いやいや、いいわって、もう無理だわって言ったんだけど、友達がその部活のね、一緒の同期ですよ。同期にね、いや、来ないかいって言われて、まあ、もう友達が言ってくれ、せっかくね、誘ってくれてんだから、行くかってことで、もういや、まあ正直いやいやですけどね、行ったよね。でもそこで結構僕吹っ切れましたね。そこで、その後輩とか親御さんの人たちと顔を合わせたことで、ちょっとね、吹っ切れたっていうかね、なんだろうね。まあ少し和らいだね、その外出たくないっていう感情がちょっと薄れて。いや、だから本当友達、僕のその同期は2人しかいなくて、その学年で。そのバレー、僕バレー部やってたんですけど、一緒の学年がもう僕入れて3人しかいなかったんですよ。で、それでもう小中ずっとね、やってきて、その3人でね、僕らの同学年3人でやってきて、まあもちろん後輩とかいますけど。いや、本当にだからその残り2人、僕以外の2人にはマジで感謝してますね。そういうきっかけをくれたし、まあ気遣ってくれてね、なんかその受験落ちたことについてとかね、後輩のみんなとかも触れないでくれて、もう気を、ま、もう紛らわそうとしてくれてたんでしょうね、多分ね。もうそっちに話持っていかないように、なんかね、笑わしてくれたりとかっていう、そこがまずなんか気遣ってくれたのがすごい見えちゃってて、いや、なんか申し訳ねえなと思いながら、その会に出た記憶があるんだよね。まあでもそこで本当に、公の場っていうか、まあ出た、顔を出したことでちょっと楽になったし、そうですね。そこで吹っ切れたね。だから二次募集の高校でももう頑張るしかないなって思えたですよ。で、まあ言っても僕ね、その進学校をね、目指してたんで、まあまあ、一定のね、学力はあったんで、もう二次募の高校ではね、割といい成績取れてたんですね。まあ、二次募集のその行った高校がね、僕の行ってた高校がそんなに、まあ、レベル高くないんで、っていうのもあるけど、普通に成績良くてね。で、
まあ大学もそれなりの、まあ北海道の中ではそれなりの高校、大学に行ったんだけど、行けたんですけど、まあ北大ではないですけどね。 そんな頭良くないから、悪いけど、てか頭良くないけどね、井の中の蛙だけど。まあでもそうだね、それなりに一応進学できたのは良かったです。だから割とね、なんだろう、高校失敗しても、高校受験失敗してもね、なんとかなりますよ。 その後の努力次第なんで、マジで。だって逆に進学校受かったやつは、なんだろうな、よくわかんない大学に行ってたりとか、普通に専門学校行ってるやつとかもいるから、そう考えると、いや、受かって越したことはないし、めちゃくちゃいいことだとは思うけど、でも、入ってからも大変で、受験ってやっぱね、合格がスタートラインだからね、ゴールじゃないんだよ。だからそれをすごい思ったね。で、落ちたからこそそれがわかるっていうかね、周り、実際に進学校行ってるやつからも話聞いたりとかしてたらね、やっぱ大変だったみたいだし、僕の学校はやっぱそういう進学より就職目的の学校、ほとんどのやつが就職するような学校だったんで、まあ、ゆとりがあったっていうか、まあ自分のペースで勉強できたっていうのはあったよね。迫られることがなかったっていうのはでかかったと思うので、そういう環境面もまあ良かったのかな。まあね、周りがライバルいっぱいいて、その中でガツガツやるっていうのも一つ、まあそれ好みだと思うけどね、僕はあんまそういうの得意じゃなくてね。 マイペースにやりたいんで、なんかだから塾でさ、なんかいるじゃん、なんか自習室とかでさ、ガンガンみんなでなんかやってるみたいな、それをなんか他の人のやつを見て今やる気出すみたいな、あんまり僕そういうの好きじゃなくて、まあやる気はまあ出る、モチベーションは出るけど、でもなんかね、焦らされてる感があって嫌だったんで、そういうのあんま好きじゃないんですね。だから自分のペースで、まあできたっていうのも良かったですよ。だから高校受験を失敗しても取り返せますよ、全然。まあ大学受験も浪人とかしてね、努力すれば全然行きたい大学行けると思うし、まあ僕ちょっと妥協しちゃいましたけどね。でも、本当にだからね、失敗はね、取り返せるよね、若いうちは特に。って思いますよ。って高校受験失敗した人なんかなかなかいないでしょ、多分。まして YouTube で言う人なんかいないんじゃねって思ってんだけど、どうなんでしょうね。だからそういう、まあ、受かってほしいけど、この動画見てる人たちはどうなんだろうね。その年齢層があんま分かんないけど、もうすでに高校生の人とかも多分多いと思うけどね。まあ、まだ厨房とかの人は もちろん合格に向けて勉強してほしいとは思うけど、失敗したからっつって、絶望しないでほしいなとは思いますよ。その二次募とかで行った先で頑張れば、自分の努力次第で全然いけるんで、そこはアドバイスっていうかね、まあ そんなに若い人が見てるのか分かんないけどね。っていうことで、まあ復活できるぞっていうのはね、なんかだからそこが僕の本当にターニングポイントでしたね。まあその前でもね、ちょっと部活動でね、キャプテンやってて、すごい小学校の時ですけど思い悩んだこともあったんだけど、そこがまあ最初の挫折だったけど、それに比べたら高校受験は本当にすごかったね。 だからその部活の挫折なんか屁でもないぐらい辛かったですけど、でも二次募集で行った高校でもね、てか僕、まあ、僕の通ってた高校で、まあ地元の学校じゃないから全然ね、違うとこから来る、札幌とかから来るやつとかもいたから、楽しかったよ本当に。いろんな人と 友達になったし、そうそうそう、なんかね、今まで会ったことないやつばっかり会えて、なんか楽しかったなっていうのはありましたね。そのレベル高い、こうレベルの、まあ言っちゃうけど、レベル低いんだけど、レベル低い高校なんだけど、まあでも楽しかったっすよ、普通に。だからまあ、
まあ落ちるのはね、悔しいし、残念だとは思うけど、一日でも早くね、メンタルを切り替える必要があると思いますよ。まあ、まだね、受験まで時間はあるけど、中3生。中3生見てんのかわかんないけどね。でもまあ、勉強はちゃんとしましょうね。まあ、してるとは思うけど。で、これからも、学テとかあるからさ、迫られるわけですよね。その判定とか出るからね。焦りとかもあると思うけど、やっぱ自分のペースでね、頑張ってほしいし。まあ、周りに流されないでほしいっていうのはあるよね。まあ、周りに流されてみるっていうのはいいと思うけど、最終的にはやっぱやるのは自分なんで、自分で最善策を見つけて、最善の策を見つけてね、やるっていうのが大事だと思いますよ。っていう、なんか最後はもう何なんだっていう感じだけどね。失敗したお前が何言ってんだって話なんだけど、そういう感じです。だ、本当親にも迷惑かけたし、ね、まあ今も迷惑かけてんだけど、そんな感じでね、そういうバックボーンを僕は抱えて生きております。 だから、そんな、なんかね、そういう絶望を味わってるから、あんまり、なんだろうな、まあちっちゃいことは、ではあんまり落ち込まなくなったかな。まあでも、それでも僕メンタル弱いからな、あんま変わってないかな。 間違いなくいい経験にはなってるし、あそこよりどん底はねえなと思って生きてるんで、まあ、いやまあ、これからあるかもしんないけど、今のところはもうそこが絶頂にどん底だったんで、だからまあ、最近はだから、まあ、それよりはマシだろうって思えてるんで、まあ、思い悩むことも、結構僕抱え込むタイプだからね、一人でね。吐き出せないタイプなんで、多分いじめとかにあったら言えないタイプなんだよ、多分ね。まあ、会ったことないけど、いじめにあったら多分親とか先生に絶対相談できねえタイプなんだよ。まあまあ、豆腐メンタルなんですけど、まあ、頑張って生きてますんで、皆さんもね、失敗、まあ、おのおの失敗の形とか傾向とかは違うとは思うけど、まあ、その時は辛いと思うしね、しょうがないと思う、落ち込むのは。でも、やっぱ、そこを、どんだけ転換、自分の中で転換して、いい方に持っていくかっていうか、経験値として、次の行動に移せるかで、その失敗がね、良かったか悪かったかっていうのが決まると思うから、まあ、そこはもう僕もまだまだ未熟なところなんでね、お互い様です。 お互いね、その失敗から学んでいきましょう。 ね、人なんか成功なんか常にできないから、本当に失敗の連続の上で成功が成り立ってますんで、そうだね、失敗はもう成功のもとですよ、本当にそれ。だから成功への過程だと思って、お互い頑張っていきましょうよ。 というわけで、じゃあ、まあ、なんかこういうこともあったんだよっていうお伝えをしたかったんで、動画撮りました。では、バイバイ。